今度こそ区民のための給付に向けて、区長と議会側の対立で審議が止まっていた千代田区の12万円給付案、今日およそ1ヶ月ぶりに審議が再開しました。区民1人当たりに12万円を給付する。新型コロナウイルスの再流行を見据え、国の10万円を上回る給付を行おうとした千代田区。しかし先月、区議会での審議が始まった直後にあの騒動が起きました。なんですか？解散の通知です。ちゃんと確認をして取ってください。はい、差し上げます。お返しします。区長が一方的に議会解散を通告、結局解散は無効となりましたが、この影響でおよそ1ヶ月にわたり12万円支給の議論は止まったままでした。そして今日午前10時30分予算特別委員会が開かれ、議論が再開されました。区側が示した案では、12万円の給付対象者は基準日に千代田区に住民登録があるもので、申請日まで引き続き住民登録があるものとし、さらに来年4月1日までに生まれる新生児も対象に含むとしています。ただ国の給付金より高い12万円の根拠については曖昧な点が。コロナの影響があと1年続くと考え、1ヶ月あたり1万円の12ヶ月分としたとして、財源となる財政調整金の残高などは考慮せず、明確な根拠はない中、12万円という金額を設定したとしています。12万円の給付案については、明日の委員会採決を目指し議論が続いています。はい、千代田区の給付金の議論がやっと始まりました。今後のスケジュールを確認します。伊藤さん、お願いします。はい、まず注目されている12万円の給付金について見ていきます。今日と明日、予算特別委員会が開催され、そこで話し合いが行われます。その後、来週の火曜日、臨時議会の最終日を迎え、その本会議で給付金についての採決が行われ、ここで正式決定となります。12万円が支給されることになれば、現時点では10月に受付が始まって、支給については11月頃になる見通しです。区長の目指した速やかな給付にはならなかったようですが、そもそも これだけ混乱した原因となった区長のマンション購入問題はどうなっていくんでしょうか。はい、そちらに関してはあさっての水曜日、再び百条委員会が開かれます。その中でどういう進展が見られるのか注目されます。はい、どちらの議論も区民がしっかり納得できる結論を出してほしいですね。